はい、こんにちは、アルブル木工教室の辻です。今日はですね、このデッキチェアという教室でも人気のアウトドア用の、椅子の作り方をご説明させていただきたいと思います。で、教室でも、キットで販売しているような形になります。でですね、この使っている材料なんですけれども、奈良材、そういう丈夫な材料を、使っています。ぜひ皆さんもちょっと一度、作っていただければと思います。で、まあ、これがどういう形になっているかというと、こういう形で分離する形になります。これをこちら側から差し込んで、でコンパクトになる形になってますね。はい、これが材料になります。で、2パターン、ご用意させていただいてます。1つは、革や布で、巻くような形のものと、もう1つは木を整体にするもの、どちらも、一応選んでいただいてご購入いただいています。でですね、今回はこの木のやり方でちょっとご説明させていただこうかと思います。はい、それではですね、まずはじめに、このガイドにフェンスを取り付けてあげましょう。これが後で、まあ、その直角を出したりする補助具になりますので、これをまず組み立てていきます。こういう形でここが直角になるようにしてあげます。で、これを足で挟んでやります。で、トンとつけて、で、その時にここにこういうふうに隙間がないように、これをピタリと合わせて、調整してあげてください。1枚板を置いて、上から5センチ開けようかと思います。で、この板自体が5センチになってますので、ここにさらにもう1枚板を置きます。で、きちっと揃えてください。これがこうなって横になると、この後も全部横になってしまいますので、きちっとこういう形で揃えてください。一番上の板を抜きます。で、これで留め付けていくと。では実際にここにちょっとボンドを塗っていきましょう。こういう風に塗ってあげましょう。はい、で揃うようにして、これを、で、ここがぴったりとくっついていることを確認してからビスで留めていきましょう。このビスの穴、すでに開いている穴がちょうど材料のこの足に対して中心に来るようにしてあげてください。はい、こういう形で留めつきました。そしたら、まあ、この時にもしかしたら動いているかもしれないので、もう一度、まあ、こういうふうに合わせて確認してあげてください。ではですね、これで1本目が取り付きました。どんどんこういう風に一緒に合わせていくのも、まあ一つありだとは思うんですけれども、私どもの方では、まあ、風通しがいいようにこういう補助具を1枚当てて隙間を開けるようにしてます。で、端をしっかり差し金なので合わせていただいて、端っこが揃うようにしてあげてください。で、この状態でまた、ボンドを塗って留めていきます。はい、でビスのコツなんですけれども、ビスは1回で全部入れようとせずに途中まで行って、こういうふうに衝撃が加わったら1回抜いてまた入れて最後止めてください。で、最後下までついた後も回し続けるとビスが折れてしまったり、ここが割れてしまったりっていう原因になるので、それをちょっと注意しながら行ってください。はい、それではですね、先ほどのこのガイドになる補助具を一回解体します。このビスはまた後で使いますので取っておいてください。では今度はこちらの狭い方にガイドを留め付けてあげましょう。これでこういう形で、また短い方のガイドができました。それではですね、今度はガイドを
この短い方の足に当てて揃えていきます。で、その状態で今度は短い方というのはちょっと足の先がこういう風に少し厚みが薄くなってます。ですので、この一つだけ穴が開いているもの、これを内側の方にして置いてあげてください。で、ボンドをつけてそのまま打ち込んでいきます。で、あとは同じように先ほどの隙間を開けながら合計5枚ですねを取り付けてください。はい、ではこれでですね、この横の幅が広いもの、背板側ですねと、この幅の狭い座面側が出来上がりました。はい、でこの時点でこういうふうに背板の内側にこの板がきちんとこう収まることを確認してください。この隙間が入らないと収納できません。こういう形ですね。はい、それではですね、今度はこれを角度を決めていきます。角度は人によってご自由です。こういうふうにちょっと座面を低めにしたいという方もいらっしゃいますし、ちょっと角度つけて少し後ろをこう寝かせ気味にしたいという方もいらっしゃると思います。で、この時に、人が2人いるとやりやすいですね。こういうふうに持ってもらって、どの位置に物が来たらいいかというのを、印をつけてもらいます。はい、でこの時にですね、今度はこういうふうに横に伸ばしてやりましょう。こういうふうにこちらから測って印をつけてもらっても全然大丈夫です。それではですね、反対側にも印をつけてあげましょう。ではここに合わせて残りの2枚余っている板を取り付けます。ここが負荷が一番かかる部分になりますので、しっかりボンドも忘れずにつけてください。そしたらですね、今度は前側の方に止めていきます。はい、これで、後ろ側と前側両方に足を支える板が取り付きました。では一度この状態で足を差し込んでみましょう。こういう形になります。で、ここの部分の前後関係を上下を変えることによって、例えばこの背中が上に上がるほどに後ろが倒れる形になります。で、こちらの前が下に行くほどに背中も倒れますし、今度はこちらの座面も角度が緩やかになるというような形の調整法です。ですので、まあ、初めこれを留め付けるのがちょっと怖ければ、強力な両面テープなどで一度試してみてから、実際にビスを留めるというような手順でやっても、よりやりやすいかと思います。はい、それではですね、これで一応形が組み上がりました。で、ここからサンドペーパーなどで、仕上げをかけていただいてもいいかと思います。で、サンドペーパーに関しては、もうもしこだわる方は実際に組んだものよりもこう後ろとかも実際にサンドペーパーをかけてあげたいという方は、組む前もう一番初め材料が届いた段階でざーっとサンダーなどでかけてあげるというのをまあお勧めします。まあちょっとこういうラフっぽい作りにしたければ、まあこの全部仕上がった後からサンドペーパー表面だけかけてあげるだけでも違うと思います。で、これがこういう形で足を抜き差しできるようになって、後ろにこういう風に収納できるというような形になっています。はい、それではですね、これ革のバージョンをちょっと見ていただこうかと思います。こういう風に後ろまで巻いていただいて、で、まあ本当はまあこういうところ縫って止めてあれば本当は一番いいんですけれども、ちょっと私どもの方ではそれを省略させていただいてます。これをですね、端っこを多少こういうふうに折ってください。で、端をこう合わせていきます。大体がまあここからここの間隔になってます。手で押さえていただきながら金槌で止めていきましょう。で、こういうふうに太鼓鋲が付属でついてます。
こういう形で止まりました。で、一応何点か、まあ、大体5点ぐらいですね。で止めてあげてください。でまず3点ぐらいを止まった時点で一度反対側にこう巻き込んであげてください。できちんとテンションを張ってまっすぐになるようにしてまた止めてあげましょう。これなかなかこう持って止めづらいという時はラジオペンチか何かにこう挟んで止めてもらえるとやりやすいかと思います。やっぱりこう指で持つと自分の手を叩きそうで、まあ、怖いという方もいらっしゃいますので、このラジオペンチで軽く入れ込んでおいてある程度自立させてから叩いていくというような形で行ってください。で今3点だけなんですけれども5点は実際に止めていただければいいかと思います。はい、ということでですね、革で行ってもらったらこういう形になります。まあ背もたれもクッション性が出て、座りやすいかなというふうになりますね。でこの革のものはこちら側からこう入れ込むことができませんので、この場合の収納はこちらからこう入れ込む形になりますね。はい、それではですねこういう形でサンディングペーパーの番手を上げて表面がツルツルになるまで、削ってあげました。そしたらですねいよいよ塗装になります。一応私どもの方で、まあ、塗料をいろいろ選べるような形にしているんですけれども、まあ、おすすめは木のそのままの色が出るこの、オスモのクリアのワックスですね。でまた経年変化でちょっとこう濃くなっていったりもしますので、一応まあこのクリアを、私どもではおすすめしているというような形になります。まず1個ずつ塗っていきましょう。では表面を塗っていきます。でハケで塗っていってもいいんですけれども、今回、まあ、なかなかそのハケがご自宅にない方もいらっしゃいますので、ハケではなくこのウエスで適量を取ってそれをすり込んでいくような形で塗っていきます。でこういう形で、塗っていきます。でオイル塗装に関しては色ムラなどは基本は出ないので、基本はこういう形でザーッと伸ばすように塗っていただいて構いません。なんですけれども最終的にこれ全部空拭きで拭き取ります。ですので濡れ色になってないところがないようにしっかりとすり込んで塗ってあげて、できるだけまあ伸ばしてやるという形になります。べったりこう塗ってしまうとですね、最終的に後で拭き取るときにすごい大変になってしまいます。ですのでできるだけこういう形で伸ばしてすり込むような形で塗っていただければというような形ですね。でこうすることによって木の表面からこの塗料が染み込んでですね、その木の銅管の中で、硬化してくれます。でそれによって、油汚れや水、手の油分ですねとかそういうものに強くなるというような形になってます。で裏から始めて、で今度は表側に、塗ってやったらいいかと思います。この時にすごいそのどれだけサンディングペーパー、研磨を頑張ったかというのが、すごいよく現れますね。こういうふうにきちっとサンディングペーパーができていれば木に光沢が出てきますという形で進めていくんですけれども、最後空拭きした後このウエスはですね水に濡らして捨ててください。というのはですね、この、オスモ一応、まあ、そのまま直射日光などに当てていると、自然発火の恐れがあります。で、まあ乾燥したところでですね熱が加わると、どうしてもやっぱりその危ないということで、一応教室でもその水に濡らして捨てるというのを徹底していただいてます。はい、ということでですねオスモオイル塗料でフィニッシュしました。こういう形で木のすごいこの味が出てきてですね、まあ、実際使っている材料も、奈良という木で、とてもいい木を使ってます。ですごい頑丈ですしね。で、こういう形でアウトドアにも持っていけるという形で、ぜひ皆さんも行楽シーズンの前に作ってみてはいかがでしょうか。そうですね、こういう形でもしまえますし、こちらからこういう形でもしまえますし、まあ、コンパクトで邪魔になりません。まあ、車に積んでおくっていうのも一つの、まあ、楽しみだと思います。で、僕らの方ではこういうキットで販売しているんですけれども、皆さんもホームセンターなどにある材料でカットサービスなどを使って、作ることもできるかと思います。で、まあ、ぜひお子さんなどと一緒に、トライしてもらえれば、まあ、この動画が参考になれば、嬉しい限りです。はい、ということでこういうアウトドアチェアの作り方ということでお届けしました。ご視聴ありがとうございました。